パスなの,トレーナーのーです50歳を過ぎて筋トレをやっていく中で難しいというのはエクササイズの種類とかテクニックではなくあるいはね高重量を扱えないとか重いものが上がらないとかそういうことでもなく一番問題になる日常的にトレーニングをしていく中で一番問題になるのは睡眠だと僕は思っています。 いつもトレーニングをしていくときに、もし朝起きてもう眠い、だるいような、ちょっとうまく眠れなかったな、みたいな時があったりすると、まあ、やっぱりだるい、怪我しそうっていうので、実際トレーニングをやっていても、自分が集中できなくて、なんかやる気が起きなくて、そして実際にちょっと腰を痛めたっていうことも今までもうあったような気がします。だから僕は睡眠不足な状態で筋トレに入らないように、とにかく一日決まったように寝るようにしてはいます。 でなければ、トレーニングが入るとき、とにかくね、自分がね、やる気が大きいので、それやらなくなってしまう自分が嫌なので、その睡眠からまずコントロールするということを、一番トレーニングに関してはまあ考えてやってるんですけれども、それでね、今回ね、ちょっとね、いろいろね、睡眠について考えてみました。で睡眠について考えていくと、ちょっとね、びっくりするような発見もあったんですけど、ま,あ、まずね、睡眠不足でよくね、言われるというのが、 痩せにくい、痩せにくくなるということなんですね。まあこれ詳しく言うとですね、平均睡眠時間が7時間から9時間の人と比べて6時間の人。まあ結構6時間の人多いと思うんですけど、僕もちょっとそんな8時間9時間寝てるわけじゃないんですけど、8時間9時間寝てる人と比べて6時間の人で23%肥満傾向が見られたと。そして5時間の人になると50%の人が肥満傾向が見られた。 ということなんですね。だから睡眠不足になるほど、肥満傾向にあるという結果はもう出てるということなんですね。で睡眠時間が短いと、レプチンという食欲をね、抑制するホルモンというのが減少して、あ、お腹いっぱいになったという感覚があまりない状態になってしまうんですね。で、逆にグレリンというホルモン、食欲を促進するホルモンですけども、これが促進するので、だからブレーキが効かないけど、加速だけするような、まあそういうホルモン状態になってしまうので、 自分のね、その精神の弱さとか強さとかという問題ではなく、食べ過ぎてしまうということはまあ起きてしまうようです。で、まあ、あと一説によると、起きてる時間が長ければ長いほど、もう起きてる時間が長いので、その分体が取ろうとする。まあ、そういう働きがあるともまあ言われています。まあ、そういう睡眠不足のホルモン分泌が崩れた状態になってくると、 甘いものとか、塩気があるものとか、あるいは炭水化物を食べたくなるという傾向があるようですね。タンパク質を食べたくなるとはならないようですけど。なので、ここの食欲のコントロールというものも、その人のね、意志が弱いとか、理性で抑えられないとか、そういうことの前に、睡眠をコントロールすることによって、ホルモンをコントロールする。出なければどうやっても、ホルモン分泌のレベルから崩れていってしまうので、ブレーキが効かなくなってしまうということがまあ,あるようですね。で、あとはその睡眠不足になってくると、インスリンの働きが悪くなって、 食べたものが血液中に入ったらその血液中の糖分を筋肉が完全に送り込む能力が弱くなってしまうので血糖値が高くなりやすいということですね。血糖値が高くなればその中の糖分というのはどんどん脂肪に置き換えられてしまうのでこのインスリンの働きが悪くなるというのもちょっと睡眠不足のせいではあるようです。 そして、筋トレ自体の方ですけども、まあ、あの、僕も感じてるし、皆さんも感じてる、睡眠不足になると、なんか今日は重いのが上がらない、できない、みたいな感じがあると思うんですけど、これについて、ちょっと調べてみたんですね。で、いくつか論文を読んだんですけど、大学の方での研究結果で、十分寝てるグループと、24時間寝てないという、まあ、睡眠不足というか、その、難民という、まあ、ここでは呼んでるんですけども、難民24時間寝てない状態での、その、運動能力とか、いろいろ調べたそうなんですね。そうするとですよ、 これがね、びっくりしたことに、まあ僕の予想に本当に反してですね、睡眠不足、その断眠の状態になっても、運動パフォーマンスは変わらなかった。つまり筋力が落ちることはなかった。それから有酸素運動の能力が落ちることもなかったと。そしてあの、 反射ですね。例えば光を見てそれに反応して動くとか、それに対して、例えばペピピピってやるようなそういう神経反応とか、それも情報処理能力に差がなかったという結果らしいんですよ。そもそもあの研究者の人も眠かったらだるい重いのが上がらないしっかりねスポーツもプレーができないというところから、そこにはやっぱり筋力低下なりその神経反応なりにダメージを与えてるんじゃないかという仮説のもとにやったんだけれども、だ,だけど研究の結果はその違いが出なかったということで、もうちょっといろいろ見ていかね いいいいけないとととううう結論だだっったたんんでですすねどこよよ思本当にと思ったんですけどまああの僕のお客さんでちょこちょこ眠い眠いっていうふうに来る人いるんですけども、まあ、その人がまあ僕の前なんで僕の目の前なんで「はいやります頑張ります」とかってやったら意外といつもと同じようにまあできてはいるんですよね。 それもまあ不思議だなと思ってたんですけど、今のこの研究結果では、そういうような筋力、運動、パフォーマンス、神経反応に、睡眠不足だ寝てるが差がないというちょっと驚きの結果になってしまって、まあこれね、ちょっとね、僕もこの状態だと寝ないとダメですよというふうには強く言えない状況なんですけど、まあ、えっと、ちょっとだけちょっと違いがあるというのが、 そのパフォーマンスに関連して脱水症状になるんじゃないかという仮説のもとに同じその研究の中でやっていったら体の中の発汗量はちょっと多くなるらしい睡眠不足になると発汗量は多くなるらしいです。 汗が出るようなね。だからその分脱水症状になりやすいんですけれども、ただ、きちんと別に水分を取っていけばそれは埋め合わされて全く違いが出なかったという結果でもあるらしいですね。まあ、ただ、睡眠不足による心理的パフォーマンスの低下、つまり、だるいとかそういうものというのは明らかにもうそれは研究で認められているようで、まあ、だるいとかやる気が出ないとか、あるいは注意力が3倍になるとかということはもう明らかにあるんです。だから筋トレあるいはスポーツやってくれな特にスポーツなんかは、 運動能力かけるメンタルなんで、そのメンタルの部分がやっぱりだるいとかやる気が出ないし、注力散漫っていうのは、例えばサッカーとかバスケトとかってあまり見えてないみたいな状況が起きてしまうとか、まあ、言うなるとやっぱりパフォーマンスがかなり下がるわけですけど、まあ筋トレの場合には、まあそのだるいやる気が出ないというところが、やはりね、 思いの上げたい気分にならないとか、あともう一、二回頑張らなきゃいけないのがやる気が出ないみたいなところあるのかもしれないですけど、だからその心理的パフォーマンスの低下というものはまあ確実にあるということで、ここのコントロールがまあ難しいかなと思うんですね。だから注意力が3枚になると、やはりあのデッドレフトなんかやっても、やっぱりどこか自分の気が抜けてる、自分のこう神経を働かさなければいけないところの気が抜けてるというので、ちょっと腰の一部を痛めたみたいな、そういうのがあるのかもしれないですね。 あとはです、ね、まあ日中カーッとしっかり頭は働かず起きて起きて,てまあ 休憩なななくくずっとと、何かをし続けけてて18時時間間過ぎてくると、まあ、本当は寝なきゃいけない時間ですねで。そこを過ぎてくると脳の能力というのはどんどん落ちてくるらしくてその18時間ねずっと例えば働き続けてなんだかんだして18時間過ぎてきたところになると脳の働きはものすごく落ちてきて飲酒運転でこうやってやって「はい飲酒ですよ」って言われるのと同じぐらいのレベルの脳の働きになってしまうらしいんでまあここはやっぱりね注意が必要だということですね。 あとはまあ筋トレ的に言うとまあ睡眠中というのは成長ホルモンが最も分泌されるタイミングでありますのでその時間が短いあるいはまあちゃんと寝れてないということはもう成長ホルモンが十分分泌されないので筋肉を新しく作っていくというにはちょっと適さないなかなか筋肉ができないということになってくるのでやっぱり筋肉をつけてければ寝るということは必要ではあるということですねあとはね睡眠不足が1週間続くと テス,テストステロンっていうその筋肉を作るためのその起爆剤になるホルモンですけれどもそれが最大15%低下するということなのでこれはちょっと僕らとすごく重要な問題ですよねただでも50歳過ぎてくるとテストステロンの数値が下がってきているところで寝不足であるともっと下がってくるということですねまあこの研究一体何歳の人を対象にしたかわからないですけどまあそれが50歳過ぎてかつ1週間寝不足が続くと15%どころじゃないような気がするのでこれはめちゃくちゃ気をつけなきゃいけないところです あとはさっきの睡眠不足になると、まあ、心理的パフォーマンスが下がると言いましたけれどもあるレポートでは産業事故リスクが7倍増えると言われています、まあ、つまり工事現場とかあるいはまあ自分が他に仕事をしてても仕事中のやっぱりミスとか不注意で事故が起きるということは7倍増えるということなのでこれもね僕らやっぱりね責任ある年代であればちょっと気をつけなければいけないところですね あとはまあ睡眠不足になると集中力、記憶、そして日常の仕事をやり遂げる能力とか他人との関わりを楽しむ能力も落ちるというレポートもあるのでやっぱりここね人生を楽しもうと思ったらきちんとちゃんと寝なきゃいけないなとつくづくね感じさせられますねさらに睡眠不足になってくると交感神経の働きが活発になってきて 血圧は高くなる。そして心拍数も上がるということなんですね。これは血管収縮もぐーっと起きているということなので、まあもちろん健康にとっていい状態ではないですね。ずっと負担がかかっている状態。で、まあ筋トレで考えると、この筋収縮をして心拍数がずっと高い状態というのは、まああまり良くないと思いますね。 ウェイトを上げてる最中っていうのは当然自分が力を入れてるから血圧はもうそもそも上がってるんですけどそれを終えた瞬間というのは血管疾患をしてくれなければすぐに回復してくれないのでこの回復能力が遅いというのはまあ確実に言えると思いますね結果が収縮してるからねちょっとこれはよくわかるんですけどね僕がちょっと寝不足の時にデッドリフトをやってまあそもそもその時もラリーだるいなと思うからあんまり上がらないんですけどそれで10回終わりましたって置いた時に ずーっとなんかだるいのが寝不足の時ですね。で寝不足じゃなくちゃんと寝てる時は10回終わってもガンってやっても自分に力がガンと一瞬もうまだみなぎってる状態なんですね。これがやっぱりそのやっぱり運動中のこの血液の流れがいい悪いっていうのをすごくもうやっぱり体で感じますね。だからその重いのをやってる時のそのね、終わった瞬間のこのだるっていう感覚がすごく嫌なんで、それを僕はすごい避けたいと思っていることですね。 だからまあ寝なきゃいけないけど、まあ、睡眠時間というと、なかなかね、これがやっぱりまあ僕らの世代でね、一応働き盛りの世代で、そんな8時間9時間寝れるって、まあそんなにいないと思うんでここの解決がすごい難しいところですよね。やっぱり仕事をしなければ生活ができないってことはねそう、まあそこ、それはね、なかなか難しいところだと思います。僕もそうですよ。だからまあ深く眠る方法をまあ考えなきゃいけないわけですけど、まあここら辺ね、ちょっとね、一般的なことになってくるんですけど、まあ今僕 自身が実践しているのは、えっと、風呂に入るのを、えー、寝る九十分ぐらい前にしているということ。すごい前でもなく、直前でもないということですね。で、これ、あの、寝るときに、体温の高いところにぐーっと下がってきてる、この下がってきてるところで、寝に入ると眠りがぐーっと最初の三時間深くなるというふうに言われてて。なので、風呂に入って、ちょっと体が温まる、それで、ちょっと体が温かい状態にしておいて。そっからしばらく続く、体温がずっと下がってきますから、それが九十分後。で、その時に、下がってきた時に。 はい寝ようと思って寝るとそこからスーッと寝れるということなんですね。まあ、ちなみに僕は寝つきがすごいよくて正直言うと普段は寝転んだら一分以内にもう寝てます。一 <laughs> 分以内にもう寝てます。それはまあすごくいいんですけど翌日ねなんか楽しいね演足見たらどっかで出かけるというかある時のみ頭をえちゃいますけどあとはね これね、なかなか皆さんにも難しいところなんですけど、遅い時間に筋トレをしないというのもちょっとね、あの重要なポイントだったりはするんですね。まあ遅い時間に筋トレをすると、もうホルモン分泌がダーッと活発になってくるので、その乱ンとした状態ではまあ当然眠れないわけですよ。だから、まあこれは遅くない時間、せいぜいね、6時、7時ぐらいのあたりで終わらして、まあ11時、12時に寝るというふうにしなければ、ちょっとね、寝つきが悪くなる人もまあ多いかと思いますね。あまり遅すぎない方がもう9時とか10時とか11時。 でではない方がいいとい方がととうことですねあとは生活リズムというのが大切であの朝必ず太陽の光を浴びる浴びるとてのは日光浴するということじゃなくて、まあ、見るとかね部屋の窓をきちんと開けるとかっていうことで朝体陽の光を浴びるということが自分の僕が大学4年生の時に北海道をバイクで友達とツーリングした時にテントでずっと2週間回ってたんですけどその時ね大学生のは結構やっぱり夜更かし生活だったと思うんですよある程度ね。 だけれども、テントで北海道をツーリングし始めて5日目ぐらいから、 もうね、8時半ぐらいか9時ぐらいからも,うものすごい眠くなってきて、で、太陽が上がる5時半とかそのぐらいにグッと起きるみたいな感じに体がだんだんなってって、あの本当に野外生活の時にはね、あ,あ、自分って、人間って、やっぱり太陽とともに、太陽のリズムともに生きてるんだなというのはすごい感じなんですね。だからまあ、朝の太陽浴びるとか、本当はまあ暗くなったら寝るというのは人間として動物で当たり前なんでしょうけど、ここはね、ずれてるというのもまあ一つちょっと問題なのかなと思います。 あとは寝る直前の食事の方も絶対ダメだそうですね。寝る直前に食べると消化の方にパワーを使うので内臓の休息時間がなくなってしまうので、まあ、眠りが浅くなったり疲れがとにくくになったりするので、まあ、食べるなら3時間前までには絶対終えるというふうに、まあ、太る太らないとは別にね深く寝るためには内臓,も内臓がもう働いてない状態にしてから寝た方がいいということですね。あとはは食べ物では 唐辛子のそのカプサイシンとかは夜とか食べるとやっぱり体温上げるのであまり良くないらしいです。あとはまあ当然ね、アルコール、カフェイン、タバコというのも体に負担になることで、ね、今言った内臓とかその辺が全然休まらない状態なので夜にはあまり取らない方がいいということです。まあタバコはそもそも取らない方がいいですけど。あとね、もう一つね、言えることはね、 これ皆さんもあると思うんですけど、寝る前に仕事のことを考えないということですね。寝る前に、寝る直前ね、仕事のことを考えると頭バーッと当たるて、やっぱり脳が休まらないようになってしまうので、こういう人も結構、僕のおかのやっぱり結構ね、経営者の人が本当に多いですね。それでも眠れなくなるという人がね。まあ、寝る前やっぱり1時間ぐらいはね、何もしないでダラッとぼーっとしてるのがやっぱり一番寝つきが良くなるようですね。まあ、ただね、もう一つの問題の、<laughs> 50歳以上のもう一つの問題の、 朝方眠りが浅くなって早く起きてしまう。これに関しては、ちょっとね、ちょっとね、解決方法が見つかっておりません。ここのことに関して皆さん、なんか自分がこれやったら朝方すごいよく寝れるようになった。朝起きなくなったってことはありますでしょうか まあ、あったらコメント欄にぜひください。僕もそれは参考にしたいと思います。まあね、やっぱり寝不足であると太りやすいし、筋トレも十分行えない、怪我もしやすいというところはまあ当然あるかと思いますので、やはりね、睡眠はもう運動の内容と食事の内容と同じぐらいきちんと考えて、決まった時間きちんと寝るようにしていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタなどもやってますので、フォローよろしくお願いします。パンサートレーナーのゆうじでした。